ク馬養陽神流とは、上古式等に伝えられた武術の流派、柔術、某術、居合術、剣術、補助術などを含む、現在は古式島と鹿児島市内に伝承される、武芸流派大辞典では、塩田神太夫が陽神流と鈴木流を合わせて1780年に開いたが、警府では、陽神流階層の秋山四郎兵衛を初代としている。とされているが、 東流の伝承では、塩田神太夫が学んだ、非前の住人、中田彦左衛門がすでに、倉間陽心流剣術と名乗っていたとされる。中田彦左衛門は引きた新影流剣術、陽心流柔術、南馬一歩流補助を学び、陽心流の安馬発祥の伝説より、自らの流儀名を、倉間陽心流としたと考えられる。塩田神代夫は、中田彦左衛門と彦左衛門の子、 中田元随より、倉間用新流を学んだとされる。鈴木流に関しては、昭和後期に行われた倉間用新流仙代宗家の鈴木流の古老たちへの聞き取り調査や研究により、倉間用新流と、ほぼ関係がないことが判明している。戦後、鹿児島県警察の逮捕術に、倉間用新流の技法が一部取り入れられた。長崎県西園義軍の昔話。 丹丹岩の木太郎に、蔵間上げ神竜が締め技にたけた武術として登場する。地域的に考えて、塩田神代優が学んだ、蔵間用神竜と、同系統の流派の逸話である、可能性がある。座穂で絡み、四門、片派、夢枕、腰巻き、ぶっ刀、コート引き天前、腰、肩派の脱け、入り腰、上和あたし、引き立立法、襟引き、車、天、追掛ける、 して、行号、行号のだつけ、はがい中途、大腰右、大腰左、巻き落ち右、巻き落ち左、ミサイ、フツイあイタケムチけん、銅払い、逆抜け、柄止め、柄取り三尺棒素で棒、三切れ、公縮、やはず、大腰右、巻き棒、大腰左、巻き棒、肩腰六尺棒、公縮、肩、腰、ひとしぼ、巻棒小刀かみそり、銅、 きつ、こうと、竹むちきゅんは早なわ、こうしてその昔、村の役人の子で、木太郎というとても勇敢な子供がいた。木太郎は毎日武術の稽古に励み、その帰りに裏山にそびえる炭炭岩に登るのが日課になっていた。ある日、木太郎がいつものように炭炭岩を登っていると、地鳴りとともに目の前が真っ暗になり、木太郎の体を何かが締みつけてくる。 すると岩の中から、これは、クラマーゲ神流の締め技だ。この苦しさを覚えておけ。これから、世は、乱れてくる。お前は村を出て、クラマに向かい、養神流の修行をするのだと声がする。正気に戻って、辺りを見ると、一羽の黒いカラスが飛び去るのが見えた。それから七年後、木太郎は、修行を終え、たくましい姿で村に戻ってきた。その頃世は、乱れ、 村でも悪事は絶えなかった。木太郎は、洋神流の締め技を持ち、決して相手の命を取ることなく、悪人を捕まえていった。それからという物村は7年前と同じように平和で、のどかな村になったという、ありがとうございます。